タイトジャンクションクローディンは細胞間結合の様式の一種であるタイトジャンクションの形成に関わる主要なタンパク質である。タイトジャンクションにおけるストランド形成を担っており細胞間バリアを作り出している。2011年までに一マウスで27種類のタイプが報告されている。クローディンは分子量が20から27系だの小さな膜タンパク質である。 細胞膜を4回貫通しており、N 末端と C 末端は細胞質側に極在し、2つの細胞外ループを持っている。1つ目の細胞外ループは2つ目に比べて長い。また、N 末端側は通常4から10残機と非常に短いのが特徴である。C 末端側の長さは21残機から63残機であり、クローディンが 密着結合へ極在するのに基本的に必要である。またクローディンの多くはマクウラウッチタンパク質の PDZ ドメインと結合するためのドメインを有している。クローディンはタイトジャンクションにおける細胞間バリアの中心的な働きをしており、生体のホメオスタシスの維持に必須のタンパク質である。また、ヒトマウスで27種類ものメンバーを有しているが、ゾウオキア、 組織ごとに発現パターンが異なっており、多様なバリエーションを持っている。例えば、クローディンマイナス5のノックアウトマウスでは、血液脳関門のバリアー機構が破綻をしている。また、低マグネシウム血症という人の遺伝病は、クローディンマイナス16の分身異常により病気を引き起こすという報告がある。クローディンは細胞内で合成された後、 直接密着結合に輸送されるのではなく、一度細胞表面に輸送された後で密着結合に向かって移動し、クローディン同士の相互作用を介して密着結合に取り込まれる。培養細胞におけるクローディン5の半減期は90分と非常に短い。クローディン4の半減期は6時間で、クローディン2の半減期は9時間である。クローディンの密着結合への極材に、 脂質就職であるパルミトイル化が重要という意見もある。クローディンは1998年に京都大学の月田昌一郎らのグループによって報告された。クローディン発見前の1993年、月田らはタイトジャンクションの構築に必須なタンパク質と思われたオクルディンを同定していた。しかしながらオクルディンをノックアウトしてもタイトジャンクションが形成されたことから、 他の必須タンパク質の存在が示唆された。そのため、月田昭一郎と月田幸子で報告していたタイトジャンクションの生成過程を見直し、試行錯誤の末、クローディンの発見に至った。クローディンの名前は、ラテン語のクローディアから名付けられた。1998年に月田昭一郎、古瀬三木オラがクローディンを発見して以来、その立体構造は不明であった。 一次構造から模式図が作成されていたのみであった。2014年に名古屋大学の藤吉義則、東京大学の濡れ木治大阪大学の月田幸子らの共同研究グループにより世界で初めてクローディンの立体構造が報告された。彼らは s f q インセクトセルという昆虫培養細胞発現系を用いてクローディンの発現と生成を試みた。 異なるサブタイプをいくつも試し、マウスのクローディン -15 が発現量も多く、純度もよく生成することができた。良質な結晶作成のためクローディン機能として、最も重要な TJ ストランド形成に最低限、必要な領域のみ残した C 末端結損コンストラクトを作成し、脂質キュービック双法を用いて結晶を作成した。 兵庫県の大型放射光施設スプリングマイナス8で、ビームライン BL32 周を用いて、X 線解説データから2.4、オングストローム分解能で、クローディンマイナス15の結晶構造が得られた。この結果により、クローディンは4回膜貫通型の新規の折りたたみ、構造を取ること、細胞外領域のベータシート構造は、クローディンに保存された基本構造であること、 クローディンの重合には、H と TM3β ごとの間での保存された素水的な相互作用が重要であること、クローディン単量体は細胞外に手のひらを向けたような構造をしていること、細胞外表面領域が TJ ストランド中のイオン等化経路を作ることが明らかになった。クローディンは4回膜貫通型の新規の折りたたみ、構造を取るマウスのクローディン -15 は幅約3。 ナノメートルの大きさの分子であり4回膜貫通型タンパク質である。一次構造では N 末端から TM1、ECS1、H、TM2、TM3、ECS2、TM4 と配列している。結晶構造からマウスのクローディン -15 は左巻きの4本ヘリックスバンドルからなる膜、貫通領域と2つの細胞外ループ部分が 形成するベータシート構造領域があることが明らかになった。膜貫通領域にはグリシンやアラニンなどの小さな側差を多く含み、ヘリックス同士が固く巻きついた構造をとっていた。膜貫通領域の変異で難聴や低マグネシウム血症などの遺伝子疾患が報告されており4本ヘリックスバンドル構造はクローデンの生理機能に重要と考えられた。 細胞外領域のベータシート構造は、クローディンに保存された基本。これまで、細胞外第1ループと細胞外第2ループは、それぞれ別個のループ構造を持つと考えられていたが、実際にはループ構造ではなく、連続した一つの構造ドメインとして合体しているのが明らかになった。このホールディングに重要なのが ECS1 中に存在する W リンウッド。 CC という共通モチーフ配列であり、これは全てのクローディンで保存されている。モチーフ配列中の2つのシステイン残機は分子内でジスルフィド結合を形成しており、β3 と β4 の2つのストランドをつなぐことで、βC と構造を安定化していると考えられる。また、他の保存された W。 リンウッド配列はベータシート領域の根元側から脂質膜界面に突き刺さるように並んで配置しており、ヘリックスバンドル上部の裂け目の間に埋まっていた。この状態はあたかも怒りを下ろして、細胞膜上にベータシート領域を固定しているように見えることから、モチーフ配列は疎水的アンカーとして、細胞外領域の構造を安定化するのに寄与していると分かった。 クローディンの15には、H と TM3β ごとの間での保存された素水的な相互作用が重要であるマウスのクローディン -15 分子は脂質キュービック症結晶中において単量体が横一列に並んだ状態でパッキングしており、隣接する分子間での横方向の相互作用には脂質膜界面に存在する細胞外の特定領域が関与していた。また観察された 相互作用部位におけるアミノ酸変異導入と TJ ストランドの電子顕微鏡観察からタンデムに隣接する H と TM3β ごとの間での保存された残機同士の素水的な相互作用が TJ ストランドの形成に重要であることが示された。従って結晶中で見られる。この直線上の並びは実際の生体内で見られる。 tj ストランド中のクローディン15体構造の一部を再現していると考えられる。クローディン単量体は細胞外に手のひらを向けたような構造をしている。構造解析の結果、マウスのクローディン -15 単量体は細胞外第1ループと細胞外第2ループによる形成される5つの β ストランドによって細胞外に手のひらを向けたような構造をとっている。 5つの β シート構造を手のひらの左手の5本の指に例えると、クローディンは隣り合う細胞間であたかも手のひら同士が合わさるように TJ の細胞間バリアやチャンネルを形成すると予想される。細胞外表面領域が TJ ストランド中のイオン透過経路を作るマウスのクローディン -15 は価値温選択的なチャンネル型 TJ を形成する。 ECS1 中の酸性残機がその選択性に寄与している。これらの残機は β シート構造領域の端に偏って位置している。そのためマウスのクローディン -15 は細胞外表面領域が負に加電される。他のクローディンサブタイプにおいてもこの細胞外表面電化がそれぞれのイオン選択性に応じた静電ポテンシャルを持っていることがホモロジーモデルから示された。 tj ストランド中において、クローディンの形成する手のひら状の家電領域が防細胞経路を覆うように配置することで等価、制限するイオンの選択性に寄与していることが示唆される。ウェルシュ菌の食中毒の原因であるウェルシュ菌、エンテロトキシンがクローディンと相互作用することが知られている。ウェルシュ菌が食中毒の原因になることは1953年ホブスにより、 確認された。ウェルシュ菌、A 型菌が人への病原性を示す。A 型菌はメジャー暗示圏ではアルファードクソのみを算出する。A 型菌のうちエンテロトキシンを算出する株によってウェルシュ菌食中毒が起こる。これが人への毒性で頻度が高い。アメリカではサルモネラ中毒、ブドウ級菌食中毒に次いで多く、日本でも 原因別患者数で常に上位を占めている。エンテロトキシンは、ウェルシュ菌の他の毒素とは異なり、画法を形成するときにだけ産出され栄養型菌の増殖中には産出されない。ウェルシュ菌による食中毒は多量の成菌を含む食物の摂取により、起こる。発症の原因は毒素であるが、食物中で、あらかじめ産出された毒素によるものではなく、 正菌の摂取が前提になることから、本性は感染型食中毒に分類される。ウェルシュ菌、エンテロトキシンは画法形成時に産出される特徴的な毒素と考えられている。菌で汚染された食物を加熱調理すると、耐熱性の画法は生産していて、調理後の冷却とともに発芽し、食物中に急激に増殖する。 食物と共に腸管に達した菌は画法を形成する。この時にエンテロトキシンが作られ、菌体の有害に伴って放出される。この毒素が腸管粘膜細胞に作用して症状が発現する。分離されるウェルシュ菌のうち約5%が CP を算出する。ほとんど CP 陽性株は A 型ウェルシュ菌に分類されるが C 型や D 型であることも一般的である。 変異、CP を産出する菌も認められるが、A 型、C 型、D 型のウェルシュ菌が産出する CP タンパク質のアミノ酸配列は原則として同一と考えられている。E 型ウェルシュ菌の産出する CP は10、アミノ酸程度の変異が知られている。CP は N 末端の細胞障害性領域と C 末端の結合領域の2つの機能的ドメインからなる AB 毒素である。 1997年に CP 受容体が同定され、1999年に CP 受容体がクローディンマイナス4と同一であることが判明した。A 型ウェルシュキン由来のエンテロトキシン遺伝子の全延期配列はすでに報告されている。CP 遺伝子は染色体上、またはプラスミド状に存在する。人の食中毒事例に由来する CP 遺伝子の大部分は、 染色体上にある。かつては、人の食中毒事例では、染色体上、家畜から分離される場合は、プラスミド状と考えられていた。CP は319アミノ酸からなる、分子量35,317ダー、糖電点4、3、液熱性のタンパク質である。活性発揮のために、プロテアーゼによる切断などの翻訳後プロセッシングは、必要とされない。 しかし、トリプシン処理により N 末端側25アミノ酸を切断することにより、活性が数倍上昇する。アミノ酸配列上、他の細菌由来のポレ、ホーミングトキシンとの相当性は認められない。例外として、アミノ酸配列の相当性が、ボツリヌス菌が産出するアントップ 70C1 タンパク質との間にわずかに認められるが、その意義は明らかになっていない。 CP 分子の186番目の位置にシステイン残機が一つ存在する。CP はこのシステイン残機を挟んで N 末端側と C 末端側の機能ドメインに分割可能である。C 末端断片は感受性細胞表面に発現する受容体への結合ドメインが存在し、N 末端断片には細胞障害性発揮のために必要なドメインが含まれている。アクティブ ドメインとバインディングドメインに分かれる A、B 型毒素に分類される。CP は電気営動の際にドデシル硫酸ナトリウムを加えて編成条件下に置くことにより高分子量の自己凝集体を形成する。C 末端ドメインは単一バンドとして電気営動されることから自己凝集活性は N ドメインにあると考えられている。その後の研究では アミノ酸290から319の C 末端断片でも CP 受容体と結合した。また CCP184 から319の変異体を用いた研究では Y306,Y310、Y312,L315 などが CP と CP 受容体の結合に重要な役割を果たすことが分かった。CCP184 から319の C 末端の16アミノ酸を結出させた CCP303 はクローリンマイナス4と CCP は相互作用できなくなった。大阪大学のコンドーラは CCP184 から319の C 末端の16アミノ酸をそれぞれ置換することでドメインマップを作成した。その結果から作成された CCP 変異体の一つである c c p 三百六。 L315A は、クローディン4との結合が弱いだけではなく、多くのクローディンファミリーとも結合が弱いため、CCP を用いた実験で陰性対象群として、しばしば用いられる。CP の構造は2011年にスプリングマイナス8で、ビームライン BL44 種を用いて、結晶構造解析されている。生物活性としては、細胞膜への昇降形成。 症候形成による膜透化性の変化と細胞の形態変化、細胞詞が知られている。これらの細胞に対する毒性は実験的には長官のみならず腎臓肝臓などに由来する上皮系培養細胞で認められた。多くの膜甲形成性毒素が細胞膜に存在するコレステロールなどの脂質を受容体とし比較的広範囲の細胞腫に対して作用するのに、 対して CP は、腸管、腎臓、肝臓などに由来する腸皮系細胞に対してのみ作用することが古くから知られていた。1990年代に CP 受容体と呼ばれる四回膜貫通型タンパク質が同定された。後に CP 受容体はタイトジャンクションを形成するクローディンファミリータンパクの一つであることが明らかにされた。 クローディンファミリーのうち CP 受容体と証明されているものはクローディン3、4、6、8、14である。クローディン1、2、5、10は通常の病態生理学的に想定される毒素濃度では CP と結合しない。CP の一部である CCP はクローディンマインダーとして知られている。CCP はマウスにおいて大量投与した場合は 干渉害を示すことが報告されている。CP の上皮細胞への作用機構は以下の3つのプロセスからなる。すなわち、標的細胞への結合、細胞膜上の多量体化、細胞膜への穴形成というプロセスが必要である。上皮用細胞のクローディンに結合するが、この結合は、キメラクローディンを用いた研究では ECS-2 の領域が重要と言われていた。 その後の構造生物学的な検討では ECS-1 と ECS-2 の両方との相互作用が重要であると分かった。具体的には ECS-1 を構成する A39 から I41 が CCP と CP 受容体の結合に重要であることが分かった。しかし ECS-1 のこの部分の配列は CP 感受性のないクローディンでも保存されているため、変異体ではないクローディンファミリーにおいては ECS-2 のアミノ酸配列で CP 感受性が決まっている。クローディンに接着した CP は細胞膜上で多量体を形成する。CP は単量体では可用であるが多量体では膜タンパク質となるため大きな構造変化があると考えられている。多量体形成後に 細胞膜に穴を形成し、カルシウムイオンを流入させることで、細胞死を起こす。方法、編集名古屋大学と大阪大学の共同研究チームは、CCP とクローディントの複合体の構造を明らかにすることで、CCP とクローディントの詳細な相互作用機構、および CCP による TJ ストランドの崩壊機構を明らかにしようとした。 構造解析に適したクローディンサブタイプのスクリーニングを行った。緑色蛍光タンパク質であるイングフップを融合させたマウスのクローディン27種類を SF9 インセクトセルで発現させて CCP との結合を蛍光検出ゲルロカクロマトグラフィーで評価した。網羅的に解析した結果、末梢神経系の随章で主に働くクローディンマイナス 19? が CCP 結合能を持つということが初めて明らかになった。さらにクローディン -19 を安定的に発現する SF-7 細胞に TJ を形成させた後、CCP を加え TJ ストランドの崩壊が起こるかどうかを確認した。その結果、クローディン -19 からなる TJ ストランドが CCP 添加によって崩壊するこということが、 蛍光顕微鏡観察及び凍結割りガレプリカ法による電子顕微鏡観察で確認できた。このクローディン -19 は安定でもあったため複合体の構造解析に適しているサブタイプとして選別した。このクローディン -19 と CCP をそれぞれ昆虫細胞発現系、大腸菌発現系によって大量発現、生成し、 それらを混合することによって CCP クローディン -19 複合体を形成させた。蒸気拡散法で結晶化を試みた。この時クローディン -19 の C 末端は欠損させた。兵庫県の大型放射光施設スプリング -8 でビームライン BL32 周を用いて X 線解説データから3.7オングストローム分解能で CCP クローディン -19 複合体の結晶構造が得られた。結合様式、編集得られた複合体の結晶構造において、CCP はクローディン -19 の細胞外領域と相互作用して結合していた。複合体中のクローディン -19 の構造を、CCP 悲観受性のクローディン -15 の構造と比較したところ、基本的にはほぼ同じ構造をとっていた。 しかし CCP が結合したクローディンマイナス -19 では、細胞外領域の一続きのベータシート構造が二つに分割されたようになった。手のひらモデルで考えると、CCP が結合したクローディンマイナス -19 では、この手のひらが CCP 側を向いており、CCP と相互作用をしている箇所は、人差し指、中指、親指のみであるため、あたかも三本の指先で、 ccp を掴んでいるように見える。これまでに ccp 感受性を決めていると考えられてきた β5 付近の細胞外領域は ccp とぴったりと接着しており、形状の相互関係からも特異的に結合を形成している。過去の報告では β1 領域や β2 領域は ccp と相互作用しないとされていたが、今回の構造解析では β1 ベータ2領域も CCP と相互作用し結合していた。クローディンマイナス19のアミノ酸残期に変異を導入したクローディンマイナス19変異体を発現させ、蛍光ゲルクロマトグラフィーによって解析を行った。その結果でも CCP との結合にはベータ5付近の領域だけではなくベータ2領域も重要であることが明らかになった。また、CCP 結合性である クローディンサブタイプ間のアミノ酸配列の保存性と CCP とクローディン -19 との結合に重要であった残機がほとんど一致していたことから CCP とクローディンの結合様式はサブタイプ間でほとんど同じであると考えられた TJ ストランドの崩壊モデル編集 CCP が結合していないクローディン -15 のストランド上の結晶構造と CCP が結合したクローディン -19 の結晶構造を比較することで CCP の結合による TJ ストランドの崩壊機構が考察できる。ストランド形成に重要な細胞外領域の短いヘリックスの構造が消失すること手のひらモデルで親指に見立てたベー β5 を含む ECS に領域の構造変化結合した CCP が 隣のクローディン分子とぶつかる蒸気の3点により、クローディンの重合が阻害されて、ストランド形成ができなくなると考えられている。MDCK 細胞では、CCP は、長短側に転化するより、側底側に転化した方が、テルの低下が著名であった。クローディンは、細胞内で合成された後、直接密着結合に輸送されるのではなく、一度細胞表面に、 輸送された後で密着結合に向かって移動し、クローディン同士の相互作用を介して密着結合に取り込まれる。CCP は上皮細胞の密着結合を形成するクローディン4よりも密着結合を形成する前の細胞膜上のクローディン4と相互作用し密着結合への取り込みを阻害すると考えられている。CP 感受性のあるクローディンを発現する培養細胞に CCP を添加すると、イムノブロッティングで、クローディンタンパク質の発現が低下することから、CCP と結合したクローディンは、細胞内に取り込まれ分解されると予想された。タイトジャンクションのリモデリングの際に、クローディンがエンドサイトーシスで、細胞内に取り込まれることが報告されており、クローディンと CCP の複合体も同様に細胞内に取り込まれ分解されると、 考えられている。クローディンバインダーは、悪性腫瘍の治療薬、吸収促進薬、炎症成長疾患治療薬、ワクチン開発、C 型肝炎治療薬としての応用が期待されている。悪性腫瘍の治療薬 CP が、水臓癌に対して、高腫瘍活性を示すことから、クローディンを標的とした悪性腫瘍の治療が提唱されている。また毒性を持たない CCP は、 がん診断プローブとしても利用することができる可能性がある。クローディン18アイソフォーム2に対する抗体イマブ362は、胃がんに対して臨床試験が行われている。吸収促進薬 CP の CE 末端の184から319でる c c p 1 8 4から319は、クローディンマイナス3、クローディンマイナス4に作用することが報告されていた。 CCP184 から319は上皮細胞へ作用させると細胞障害性を伴うことなくタイトジャンクションのバリア機能を阻害するため吸収促進薬として応用可能な可能性があった。昭和薬科大学の近藤、渡辺らは CCP184 から319がラットの空調を用いたインサイトループ圧性で 分子量4000のデキストランの吸収促進効果があることを明らかにした。中鎖脂肪酸のカプリン酸の400倍も効果が認められた。CCP184 から319の作用は分子量2万を超えると著しく低下した。タイトジャンクションの感激は0.5ナノメートル程度であり、カプリン酸の投与で1.5ナノメートルまで開口する。 CCP184 から319投与では2ナノメートル程度開口すると推定された。この研究によりクローディンバインダーを利用した吸収促進の概念実証が確立した。さらに2007年にアンダーソンのグループが CCP194 から319という CCP184 から319の N 末10アミノ酸欠損体を作成した。 CCP194 から319は高い溶解度を示し構造解析が可能であった。大阪大学の近藤、ヤギラは CCP194 から319が高い、溶解度だけではなくクローディン4への結合、TJ ストランド消失能力を保持していることを明らかにした。CCP194 から319を用いて、 バイオ医薬を非侵襲的に投与できる概念実証を確立した。さらに彼らは、クローディン1、2、4、5に結合する CCP の変異体である M19 を開発した。プロチェラは、クローディン5のみに結合する変異体である CCPY306WS313H を開発した。CCPY306WS313H は、 S313H の変異によって CCP 感受性のないクローディン1やクローディン5の ECS2 と CCP の結合ポケットの相互作用が可能になり結合性が高まる。さらに Y306W の変異が加わると CCP の結合ポケットが小さくなりクローディン5への特異性が高まると考えられる。CCPY306W S313H は血液の関門を通過させる吸収促進薬となる可能性がある。CCPY306WS313H はゼブラフィッシュでは BBB 透過性を更新させるという報告がある。また、大阪大学のコンドーラは愛媛大学の竹田らとの共同研究でクローデンモに対する抗体を作成した。 この抗体が血液脳関門の脳微小血管内皮細胞の密着結合を制御して中枢神経系への薬物送達を可能にする可能性がある C 型肝炎治療薬クローディン1が HCV の感染受容体であるクローディン1抗体は HCV 感染を阻害するありがとうございます